九州地方の雨についてお伝えしていきます。現在九州では曇りや雨のご報告いただいていますね、はい、そうなんですよ、まあ、ところどころ今雨も強まってきておりましてね、今夜はこれ雷要注意ということになります、はい、でまず現状をご覧ください。これ皆さんからのご報告見てみますと、現在鹿児島県の薩摩エリア、濃い青色ザーザー降りでしたり、一部黄色い丸印ゴッという激しい雨のご報告をいただいております。ご覧の通り南の海上中心にかなり活発な雲がありまして、この夕方種子島では1時間に40ミリ以上の激しい雨が降ったタイミングがありました。でこの雨雲、前線に相当するものでして、これ今夜9時の予想天気図ですけれども、九州南部付近にこれ停滞をするんですね。で明日にかけてじわじわと前線北上する傾向もありまして、また活動も活発化するというふうに見られます、はい、でこの後ですけれども九州エリア、今以上に雨雲がかかりやすくなります。今夜はこのように活発な雲がかかっては雷をもたらす可能性があります、まあ、1時間に30ミリ前後の激しい雨が降って、まあ、落雷突風のほか、ね、道路冠水などもまあ要注意ということになりそうですので、はい、この九州エリア雨雲の最新の動向に十分お気をつけください、はい、最新の雨の予想はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。